皆さんこんにちは。私の名前は王ちゃんと言います。またの名を、昆虫採集の鬼。ちょっと顔は映せないんで、声と手だけで勘弁してください。皆さんこれが何だかわかりますか？これ、書いてありますね。めんつゆですね。かつお節屋のだし入りめんつゆ。これ、かつおだしが入ってるんですね。めんつゆってね、調味料として非常に優秀でして、このめんつゆに含まれてるかつおだし、これね、アミノ酸が含まれてるんですけども、こう、かつおのアミノ酸が、食べ物にね、素早く染み込んで、その美味しさを DNA まで素早く届けてくれるっていうね、素晴らしい調味料なんですね。今回はそんな素晴らしい調味料、めんつゆ。このめんつゆにスズメバチをつけたら、一体何が起こるのか、どういうことになるのかっていうのをね、実験しようと思いまして、それでね、今カメラを回して動画を撮ってるんですけれども、ちょっとまだスズメバチを捕まえてませんので、今からスズメバチ仕入れに行ってきます。もちろんスズメバチなんてスーパーじゃ売ってないのでね、もう野外で野良のスズメバチを仕入れてくるしかないんでね、ちょっと今からね、仕入れに行ってきます。というわけで早速、樹液が出ているクヌギの木にやってきました。ここはね、必ずスズメバチがやってきますからね。大スズメバチがいますね。スズメバチは秋に働きバチの数が最大になります。夏の間にたっぷり餌を幼虫に食わせて、それでね、夏の間餌を食って育った幼虫がいます。成虫になってね、ボコボコ働き蜂になって出てきてますんでね、つまりね、今稲穂が実るようにスズメバチも実ってきてるわけですね。ですのでちょっと収穫です。収穫しましょう。それでは早速捕まえましょうか。よし、一匹網に取り付きましたね。ほいっと飛び上がらせて網に入れる。これがね、捕まえるコツですよ。あそこにもいますね、ブリブリなどが。さあ来い来い、ほい、よっしゃ、捕まえた。やっぱ秋は簡単に取れますね。このように簡単に取ることができます。美味しそうですね。これ天然ですよ皆さん。わかります？これプリップリの天然の本間もんのオスズメバチ。これ危ないですからね。危ないプリップリ。うわ、危ない、うわ、羽ばたいて、怒っとる。うわ、危ない。はい、殺しました。これね、今カチコチに凍ってます。冷凍庫に入れて、それで凍死させました。生きたままめんつゆに入れたら溺れて、もがき苦しみながら死んでいくことになりますのでね、それはさすがにかわいそうだなと思って、まあ虫にはね、痛覚とか感情なんてないんですけれども、まあそれでもね、さすがにちょっとね、私にね、残ってる両親が痛みますのでね、ですからせめてもの慈悲で、安らかに死ねるようにね、冷凍庫に入れて死なせてあげました。冷凍庫の中でしたら、ね、どんどん動きがね、ゆっくり鈍っていって、意識が遠のいていって、安らかに死んでいくことができますからね。ですからね、冷凍庫に入れて凍死させたんですけどもね、もうカッチンコッチンに凍ってます。これ少し解凍しましょうか。解凍してからめんつゆにぶち込みましょう。解凍できましたね。柔らかくなりました。ほーら。うわ、これ見て。ほら、針が出てる。危ない。それではね、めんつゆを開封しましょう。これね、新品ですから。これのために買ってきたんですよ、めんつゆ。ちょうど切らしてたんでね、あんま残ってなかったんで、やっぱたっぷり贅沢に使いたいじゃないですか。じゃあ開封しまーす。はい、開封しました。それじゃあここにね、めんつゆを注ぎまーす。どうだろうな。よし、ここまでにしとこうか。ちょっと水で薄めた方がいいのかな。ここにね、薄める時の水とつゆの比率が書いてあるんですけどもね、どうしましょうね、比率。麺つけつゆ、麺かけつゆ、天つゆ、丼物、煮物、鍋物、おでん。スズメバチがねえぞ、おい、スズメバチが。スズメバチがないんやけど、どうしよう。ちょっと濃いめがいいか。麺つけつゆ、麺かけつゆ。つけるから、まあ、つけつゆにするか。つけつゆやけども、どうしようかな。なんか、やっぱ希釈するのめんどくさいな。てか入れすぎたから希釈できへんな。もういいや、そのまま入れちゃえ。ね、こういうのそのまま入れる。思いっきりが大事、こういうのはね。この場面サムネにしようか、これ。いい感じじゃない？それでは早速めんつゆにつけましょう。ポトッとね。ほら。危ない。しっかりね、しっかり浸します。ひたひたになるようにね。しっかり浸しましょう。これでね、スズメバチの中へ、このめんつゆの味が染み込んでいくはずですね。はい、じゃあ次ね、もう一個体。これ。最後3匹目。ほい。はい、オッケー。これでね、しっかりつけておきましょう。この中の液が蒸発してしまわないように、こうやってね、
タッパーですからこうやって蓋をして密閉しておきましょう。この状態で一晩漬け込みましょう。一晩漬け込んだらね、スズメバチの中に味が染み込んで多分めちゃくちゃ美味しくなると思うんですよね。やっぱめんつゆですから、あーでもやっぱ薄めた方がいいのかな、なんか薄めた方がいい気がしてきたけども、まあいっか、とりあえずね、試験的に薄めずに原液のままのめんつゆに漬けてみましょうね。やっぱね、何でもね、ものは試してみるものですからね。一晩みっちり漬け込みました。ちょっと開けてみましょうか。うわすごい、めっちゃいい匂いする。これめんつゆのカツオだしの匂いですね。カツオだしの香りがね、もう香り高く漂ってきます。ほら、よく使ってますね。これもこれ味しみて美味しいんじゃない。カツオだしがさ、めんつゆのカツオだしが染みてめちゃくちゃ美味しいんじゃないですかね。今回はね、このスズメバチをめんつゆ漬けにして、これをね、揚げて食べてみましょう。揚げてね。やっぱこの外骨格が非常に硬いので、殻が硬いんで、それを素揚げでカラッと揚げることによって、殻がね、サクサクとね、食べやすくなりますから、サクサクとした食感と、このめんつゆが染み込んだ、そのカツオだしの味、この風味を味わいましょうか。あー美味しそうですね。めっちゃいい匂いがします。それではちょっとこのスズメバチをつゆから取り出して汁気を切りましょう。しっかり汁気を切っておかないと、これ油に入れた時に油が跳ねますからね、危ないんですよ。油跳ねてね、汁気をしっかり拭き取りましょう。上からもね、しっかり拭き取りますよ。そうしましたらちょっと下ごしらえの方をやっていきましょうか。これね、毒針が残ってますよね。これ危ないんですよね、針残ってると。あとこの針にね、毒のが繋がってまして、ここ毒が入ってるんですよね。この部分、ここ毒があるんで、この部分を除去してしまいましょう。うわー、内臓も出てきた。うわー、ちょっとえぐいね。この足の部分は食べる場所が少ないので、多分過食部分が少ないので、もうこれね、除去してしまいましょう。足は取ってしまいます。もう手でいきましょうか。ピンセットよりも手でやった方が早いや。ほら、手でね、もいでしまいます。そしてね、この羽の部分、羽もいらない。羽もね、これ味がないんで、羽の部分はね、捨てましょう。スズメバチもね、獲物を捕まえるときに獲物の足とか羽とか落としちゃうんですよ。で、あ、頭取れちゃった。まあいいや、こっちも頭取ろう。頭もね、食べる部分が少ないので、もうこの辺はね、ジャイアントミルワームの餌にでもしてしまいましょう。残飯は人間様が食べる部分は一番美味しい部分だけにしましょう。一番美味しい部分だけ。スズメバチもね、美味しい部分だけ持ってきますから。スズメバチがね、獲物を捕らえると、獲物の足を落として、で、羽を落としてね、そして主にね、腹部の筋肉が詰まってる部分だけをね、肉団子にして持ち去ってしまうんですよね。ですからね、私もスズメバチ食べるときはスズメバチのね、行動をちょっと見習ってですね、もう余分な部分を除去してしまって、しっかり下処理をした状態で食べましょう。ほら、見てください。綺麗に下処理ができました。これを油でカラッと、ね、素揚げにしましょう。それでは油を加熱します。ファイヤー。いい感じに温まってきましたね。それでは投入しましょう。危ない。もうカラッとね、軽く揚げるだけでいいですよ。あんまり揚げすぎると焦げてしまいますのでね。もうさらっとです、さらっと。もうちょっとかな。あと、もうちょっと。3、2、1。はい、このタイミング見た？このタイミング。もう本当に軽くでいいから。カラッと揚げ上がりました、これ。ああ、香ばしい匂いがしてきますね。ちょっとキッチンペーパーの上でね、しっかり油分を吸い取ってもらいましょう。油をしっかり切った上で食べましょう。このお皿に盛り付けるわけですけども、このね、3匹をこのお皿の真ん中に並べるだけだとちょっと味気ないんでね、なんか彩りを添えましょうか。大葉とかパセリとかなんかね、そういう系の植物グリーンを添えたいですよね。というわけで野外でグリーンを採取しましょう。もうスーパーまで行くのめんどくさいんでね、車で何分かかかるんですよ。ここ田舎の僻地なんでね、スーパー遠いんですね。それぐらいだったらもう歩いてすぐそこの近所のそこら辺の道端に生えてる適当な草をね、取って、それをね、皿に盛った方が早いじゃないかということでね、本当は大葉とかがいいのは分かってるんですよ。分かってるんですけれども、あ、これいいですね。これヤブカラシですね、ヤブカラシ。これね、ちょっとね、このここら辺の葉を一部もらっていきましょう。これいい感じですね。これいい彩りを添えてくれると思います。やっぱね、スーパー行くにも時間がかかりますし、何よりね、野草だったらね、無料ですからね。あ、これカラムシですね。カラムシ、あ、なんか大葉っぽいですね。どこはかとない大葉感がありますね。
これ1枚もらっておきましょう。カラムシ、ヤブカラシさっき取りましたけども、こっちの方がみずみずしくていいですね。あとこのツルが伸びてくるところのこの生命感、この生命感もねいいですね。ここも取っていきましょう。せっかくなので花も取っておきましょう。グリーンだけだちょっと彩りにかけますか。このようにね、白と黄色の可愛らしいお花も添えてあげましょう。これは姫ジョーンかな、姫ジョーンですね。もちろん取ってきた草はね、水で入念に洗ってください。道端の雑草なんて何ついてるかわからないんでね、食の安全にはねすごく気を使わないといけないんですよ。私のようにね、不特定多数にね何万人もの方々に情報発信をする立場としては、やっぱりね食の安全というのはすごく気を使わないといけないんですね。ですからね、もう入念に洗いましょう。それでは早速盛り付けましょう。まずは大葉のようにカラムシの葉っぱを真ん中に置きまして、そしてスズメバチを並べていくという並べ方はどうかな。まあ、こんなもんでいいか。こんなんでいいよね。ああ、待って、向きは揃える。向きは揃える。しっかり。はい。向きは揃えまして、そうしましたらね、ここら辺に花を添えておきましょうか。花を添えておく。文字通り花を添えましたね。そして、ここにツル。そして、ここにヤブカラシの葉っぱ。あ、待って、もうちょっとこれ手前に持ってきて、微調整大事。ヤブカラシ。あ、それでこのヤブカラシの葉っぱの上にわさびをね、安曇野さんの生わさびを乗っけましょう。わさびで食べましょう。はい、完成しました。これがスズメバチのめんつゆ漬け素揚げです。美味しそうですね。しかも彩りも添えられて、しかもわさびもありますよ。もうこれで幸せですね。これおつまみにいいんじゃないかな。どんな味がするやろ、楽しみですね。早速食べてみましょう。それではいただきます。まずはこのわさびと一緒にね、わさびと一緒にいただきましょう。いただきます。うん、めんつゆの出汁の味がね染み込んでますね。美味しい美味しい、普通にうまい。オオスズメバチのね独特の匂いがなくなってね、めんつゆの香ばしい香りというか、まあかつお出汁の香ばしい香りが口の中に広がってきますね。さあ2匹目いただきます。うん、美味しい美味しい。まあ、ちなみに、ね、中はこういう風になってます。お腹の部分はほぼ空洞ですね。でも美味しいよ。殻のパリパリ感と胸部のね肉に染み込んだ出汁の味、あとはねスズメバチのタンパク質旨味がね、わさびの辛みと絶妙に絡み合ってね、素晴らしいですね。これな、これおつまみにいいかもね。ビールのおつまみにいいんじゃない。これ最後の一匹ね、いただきます。素晴らしいです。めちゃくちゃうまい。うまいぞこれ、めんつゆつけたら。みんな、オオスズメバチめんつゆつけたらめっちゃうまいわ。すごいわ、オオスズメバチめんつゆつけたらかなり美味しくなったし、その癖がなくなったね。スズメバチのあの独特の癖の強い匂いが嫌だっていう人はね、めんつゆにつけるといいかもしれないですね。というわけで、オオスズメバチをめんつゆにつけた結果、めちゃくちゃ美味しくなりました。いやー、美味しかった。ごちそうさまでした。ありがとう。